は大橋さんです。はい、そうです。あ、すいません、はい、すいません、今日はお忙しいところありがとうございます。このためにちょっと髪の毛もヒゲもちょっと放置でして。伸び伸びです。そうなんですね。ちょっとすっきりしていただけたらと。髪もだいぶ伸びてますもんね、はい、そうなんです。髪が、3月に切ったので4ヶ月ぐらい放置なんです、はい、だいぶですね、はい、普段誰かにお任せするってことはほとんどなくて、うんうん、あ、そうなんです。ただ逆に今日はちょっと僕自身も、はい、ぜひお願いしたいなと。お任せでお願いしたいんですけども。わかりました、はい、大橋さんの良さを引き出すために、はい、髪型はもうベーシックな感じ、はい、で大橋さんの素材を生かすっていう、はいはい、結構長いんで。結構長いですよね。もう半分以上、8センチから10センチぐらいの長さにして、はいはい、本当後ろにざっと流すっていうスタイルもできるし、はい、やっぱりもう下ろしてる感じ、はい、なんか自然な感じにしてもおかしくない、うんうん、普段僕そのスタイリングしない時ちょっと跳ねるんですね、やっぱり、はい、でそのスタイリングしない時もある程度寝るような感じのイメージ、ね、寝るっていうよりも、はい、多分もう立ってしまうと思うんです、はい、短くすると、はい、立った時に立ってもおかしくないようなバランスで切っておけば、セットしてなくても、はい、なんか気になるなっていうところはなくなってくると思うので、ね、多分短くしたくないなって言われる方は、はい、バランスがあんまり良くなく仕上がった状態をイメージされてると思うので、はいはい、バランスを見て切ると多分どの長さでもいけると思うの、ね、でヒゲの方もそうですね、シェービングもっていうことだったので、はい、全部剃ってもいいかなって思ったんですけど、はい、やっぱヒゲのイメージ結構強いんで、うん、ヒゲの長さをバリカンでちょっと5ミリか3ミリぐらいで全部長さ揃えて、はい、でこの口の周り、顎ヒゲと口の周りは残して、うん、はい、あとはもう全部剃ってしまおうかなって思ってます、はいはい、ちょっとだいぶイメージは変わると思いますけども、はい、いいですかね、はい、大丈夫です。すいません、お願いします。はい、すいません、はい、
これは普通の 100% キャスターオイルにアロマを混ぜてるやつ。顔を剃るときに肌と髪剃りの摩擦を少しでも軽減するっていう、はい、であと肌の状態をちょっと柔らかくするので、
じゃあシャンプーします。はい、はい、あちらどうぞ。結構硬さがあるんで、ボリュームちょっと出したいところはちょっとこう引っ張り上げてあげて、ちょっと抑えたいところだけこう抑えてあげる、生えてる方向に抑えてあげれば収まりやすいんで。後ろこんな感じです、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございます。あ、よかったです。セットですけど、はいはい、まあ、自然にドライヤーでバーッと乾かして、でやっぱりここがね膨れやすいと思うんで、はい、ここのは上からドライヤーこう当てて風圧だけでいいと思います、はいはい、ちょっとマットな固めのワックスを気をつけたんですけど、はい、ほんと小指の先ぐらいを薄く全体にまんべんなくつける感じ、はい、頑張りすぎない自然な大人な感じかなっていう大橋さんのこう良さをそのまま引き立てれたらいいかなって思うんでやらせてもらいました。あのヒゲなんですけど、このあとどうやって自分でできる範囲の手入れを、家にそのヒゲ用のバリカンとか、はい、もしあればそれでその今の長さ、今日は3ミリ入れさせてもらったんですけど、はい、3ミリで整えるっていう方法もありますし、はい、あとは、自然にこう伸ばしていかれるんでしたら、伸びてきたら一応この骨格から出てるところだけをこう削るような感じで、なんかあくまでもこうパッと見た時に違和感あるところを削ぎ落とすような感じにするといいと思いますので、ありがとうございます。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。一名様、はい、テーブルお願いします。はい、ソーキそば、はい、オリオンビールを、はい、オリオンビール、瓶なんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあオリオンビールの瓶です。はい、じゃあソーキそばとオリオンビール一つです、はい、はい、お待ちください。すいません、さっきビールですね、はい、オリオンビールですね。
はい、すいません、お待たせしました、はい、ソーキそばですね。器熱いんで気をつけてくださいね、はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いただきます。ごちそうさまです。あ、ありがとうございます。じゃあすいません、これでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ2000円お使いします、はい、じゃあすいません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。また来ます、美味しかったです。またお願いします。